16番加藤由香さんです。でも今でもその先生をとても尊敬しています。そして今私が目指している教師像でもあります。ありがとうございます。ありがとうございました。続いてエントリーナンバー19番川村遥香さんです。ダンスで何を表現したいと思っていますか？私は
やはり第一は感情ですね。やっぱり言葉で伝えづらいこととかもダンス一つで全て伝えられる、それがダンスの一つの魅力だとも思っておりますし、やっぱりその例えば日々の疲れとかストレスとかも皆さんあると思うんですけど、そういったものを全部ダンスで発散できますし、そうですね、言葉はやっぱり先ほども申し上げましたけれども、言葉以上のコミュニケーションだと思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。続いてエントリーナンバー24番、重松美穂さんです。代表取締役、小村藤夫様、質疑をお願いいたします。はい、質問させていただきます。日本生まれの地球人だということをお父さんにお話ししたいです。結構まあグローバル的に活躍されているということで、日本の女性の人とかですね、子供を産まないということで、少子化担当大臣みたいなのができるんですけど、これは先進国であるとみんなそういう傾向になって、皆さんはぜひこういう美しい方とか子供をたくさん産んで母として綺麗になってほしいなと思ったりするんですけど、そういうことでですね、もし少子化担当大臣になったとしたらどういう政策を打ちたいですか、でなぜそれですか、それを教えてください。はい、そうですね、少子化というのは本当にずっと日本では問題になっていて、今もずっと政策としてもいろんなことをされていると思うんですけれども、やはり一番は働いている女性へのサポートがまだまだ充実していないということだと思っています。休めないから子供を産めないですとか、休んでしまったらクビになるとか、そういった現状が、働いていて結婚もしているのに子供を産めないという現状を作っていると思いますので、まずは働いている女性も子供を産めるような環境づくりですね、そういったところから政策を立てていきたいと思います。はい、ありがとうございました。続いてエントリーナンバー25番、富田和代さんです。代表取締役、小笠原明彦様よりご質問お願いいたします。質問いたします。あなたが一番最後の質問を受けることになりますんですが、当然自分が一番だと思っていると思いますけれど、とりあえずライバルというとどなたを挙げられますか、その理由もちょっと教えていただけませんか。私の一番のライバルはもちろんエントリーじゃみんななんですけれども、特に隣の24番の方が一番のライバルかなと思いました。その理由は、やはり隣、本当に彼女は入ってきた時一番最初に会った方なんですけれども、その美しさに目を惹かれましたし、やはり番号が隣ということで間近でその動きだとか表情の作り方を見ていて、とても参考になるところもありましたし、お手本にさせてもらった部分もたくさんあります。以上です。はい、よろしいですか。ありがとうございました。さあ、以上でセカンドセッション、
10名のファイナリストの皆様の審査が終了いたします。